ブルノ・マッソは、フランス出身、ドイツの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、アリオナ・サフチェンコ、ダリア・ポポアなど、2016年世界選手権3位。2016年2017年欧州選手権2位。2018年ピョンチャンオリンピック金メダリスト。ピョンチャンオリンピック2006から2007シーズンまでは、シングルの選手として、 ジュニアグランプリシリーズなどに出場していた。その後ペアに転校。2011年3月にロシア人のダリア・ポポアとペアを結成。練習拠点はフランスのカーンに置き、3ヶ月に3週間のペースでドイツを拠点にしているインゴ・シュトヤーの下で練習するスタイルを取った。フランス選手権で優勝を果たし、ヨーロッパ選手権の代表に選出された。 フランスのペアでは2番目の成績だったため、世界選手権の代表には選出されなかったが、国別対抗戦の代表となった。2013から2014シーズン、ポポワの疲労骨折の影響で、シーズン前半の試合はすべて欠場。ヨーロッパ選手権では11位。1月21日にフランス国籍の取得ができず、ソチオリンピックに出場できないことになった。 世界選手権では15位。その後、アリオナ・サフチェンコの口から新しくペアの結成が発表された。ドイツ、またはフランスでの代表の可能性を模索していた中、7月17日にフランス表情競技連盟より、マっそのドイツへのリリースが拒否が発表された。しかし、9月28日には、ドイツスケート連盟との間で署名がなされ、ドイツ所属で競技をすることが決まった。 その後、シュトイヤーとの指定関係を解消し、新たにアレクサンダー系日比をコーチに迎えた。2015年9月、フランス表情競技連盟による活動費用の負担を主張され、リリースが再度拒否された。またリリースには7万ユーロを要すると報道された。その後リリースにかかる費用は3万ユーロに減額された。10月26日、 フランス表情競技連盟のディディエ・ゲアゲ会長との間で話し合いが持たれドイツへのリリースが決定した2015から2016シーズンチャレンジャーシリーズに参戦タリントロフィーワルシャワ杯で連続優勝シリーズ全体では2位に50点近い大差をつけ最上位の成績を収めた欧州選手権では銀メダルを獲得した世界選手権では 銅メダルを獲得し、表彰台に立った。2016から2017シーズン、グランプリシリーズに参戦し連勝。しかしながら、サフチェンコが、フランス杯 FS で、スロー3回転アクセルを転倒し、右足首を負傷した。その影響で、グランプリファイナル出場を辞退した。欧州選手権では2年連続で2位。世界選手権では、銀メダルを獲得した。 2017から2018シーズン、スケートカナダで2位、スケートアメリカで優勝。11月23日、ドイツへの帰化が認められオリンピック出場が可能となった。前年は、サフチェンコの負傷で辞退したグランプリファイナルに初出場し、FS で歴代最高得点を更新し優勝した。ピョンチャンオリンピックは SP で3回転サルコーが2しかしながら、 最終グループ一番滑走となった FS では自身の持つ世界最高得点を2ヶ月で更新する会心の演技を披露し SP での6点近い差を逆転して初の金メダルを獲得した。世界選手権は SP で82.98点のパーソナルベストを更新すると FS でも162.86点の歴代最高得点を更新。 総合得点では245.84点をマークし、タチアナ・ボロソジャル、マキシム・トランコフ組の持つ歴代最高得点を4年半ぶりに更新し、ペア史上初の1シーズンでグランプリファイナル、オリンピック、世界選手権を制覇する快挙を成し遂げた。その後、同年4月に2018から2019シーズンは、競技会に出場せずに11月29日から、 翌年2月24日までのアイスショー契約を結んだと発表した。詳細詳細。ありがとうございます。